あ、どうも、たまけんです。今日、今日じゃない。昨日、夕方、知人の家にね、食事をするのにね、あなたが思うのは、食事をするのに、持ってって、一緒に食事をして、子供とね、戯れて遊んで、夜の7時半か8時ぐらいかな、ちょっと過ぎるか、ちょっとその辺は、ちょっと定かではないんですけども、一番小さい子供と、ちょっと戯れて、ギャーなやつで遊んでたんですけど、娘さんが、固定電話が鳴って、お母さんもお父さんもちょっと、手が離せなくて、電話に出てっていうことで、電話に出たんですけど、その時に、お嫁さんのお母さんからの着信で、よく、僕のね、自分の、子供のね、ちょっと可愛いまでもなかった方が、お亡くなりになったということをですね、お電話ね、幸せをしてくださったという形で、今日その方のお通夜に、お嫁さんが、行くっていう形になっております。その前に、なぜか僕らが、その悲しいことがあったにもかかわらず、カブトムシをね、カブトムシというか、山の方に行くのっていう感じで、お電話が入ってまして、それで折り返しお電話したところ、お嫁さんが、代わりに電話に出てくださって、その話をしたところですね、行くならば、行くよという話で、じゃあ僕も、家に帰って、機材などを準備して、充電するものを充電して、待機していますということで、じゃあ僕の家に着いたら、行きましょうということがあったんですけども、それが話は済んだんですけれども、それはそれが話は済んだんですけれども、お電話でお嫁さんに明日、明日というかもう今日なんですけれども、お母様がお会いした時に、ご冥福をお祈り申し上げますと、いう感じで、お伝えいたしました。その後にですね、自宅に、知人がですね、向かう時にですね、途中でパラパラと雨降ってるよっていう感じでですね、お電話を頂戴した時にちょっと待っててって言って、家の方をですね、ちょっとパパッと出てきて、確かめたところ雨が降ってなかったんですね。僕の地域のところ雨降ってなかったんですよ。で、なので、とりあえず知人は僕の家の方に向かうよっていうことで向かってきて、僕に近い セブンイレブンが1店舗ありまして、そこのセブンイレブンのところで、ちょっと雨が降ってきて、びしょ濡れなんだっていうことで、どうすんの雨具はって聞いたんですけど、持ってないという話で、これすごいね、持ってないということで、じゃあ後日っていうか明日っていうことで、その日はまだ日付が変わってなかったんで、じゃあ明日ということで、じゃあ分かったということで、もう日付が変わったんで、今日、山の方にですね、行く予定になっております。僕らも山行ってる間、ものすごい、山行く前、ものすごい、そのお嫁さんが悲しいんじゃないかな。電話口が明るい感じで話はしてるけど、内心はすごい悲しいんだろうな、っていう、衝動に駆られました。自分の母親が亡くなった時に、ここらではすごい悲しい気持ちになりました。だけど、人に接する時には、普通にこうやって視聴者様におしゃべりするように、されていました。なので、大変心苦しいまま、山へ行って、そんなことしていいのかなっていうのがございます。あと一点、柴田さんの動画のことに対してではないんですけれども、彼らは彼らら二人精一杯できる限り、書面ではございますが、謝罪はしてるかと思います。だけれども250万人チャンネル登録者、がおりまして、その中で120数万人、いなくなってしまったと。チャンネル登録抹消祭りというのがですね、勃発いたしまして、彼らも彼らの意味に、精神的に追い詰められているので、
これ以上、精神的に、追い詰めるのはいかがなものかと私は思います。もしチャンネル登録している方、チャンネル登録していない方はチャンネル登録してからコメントの方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。